はい、こんにちは。今日はですね、えっ、ー、と、血糖値に関わるところで、えー、割とですね、よく出てくる、まあ、話、血糖値ですとか、インスリンですね、えー、関わってきます。高血圧についてお話ししてまいります。はい、えー。今日の内容はですね、高血圧、そして糖尿病の原因、まあ、その原因に対してですね、えー、どうしたら、 まあ、よくできるでしょうかというところについてお話しさせていただきます。内容としましてはですね、インスリン抵抗性が高血圧の引き金になりますというところ、血液内の塩分量と水分量が上昇しますよということ、えー、低塩分ダイエットがダメな理由、そして糖尿病治療薬が良くない理由ですね、また血糖ダイエットと、えー、糖薬どちらが良いでしょうかと、まあ、こういった内容になってまいります。えー、このチャンネルではですね、 まあ、毎日のように健康に関する内容の科学的なある程度裏付けのあるですね、情報をお伝えしてまいります。えー、どんどんその更新していきますので、チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。はい、えー、一つ目はですね、インスリン抵抗性っていう部分になります。高血圧の理由にインスリン抵抗性がもろに関わってくるというところですね、まあ。インスリン抵抗性が発生しますのは、 えー、糖分を取りすぎて、まあ、炭水化物ですとか、そういったものを取りすぎてですね、体の中のインスリンの分泌量が非常に大きくなってきた時に発生してくるような、そういった現象になります。 これはですね、具体的には細胞の受容体がですね、血糖を受け入れないという状態になりまして、まあその結果ですね、本来その細胞から水臓へインスリンの分泌を止めてくださいと、まあそういった信号が流れるんですけれども、その信号が、まあ出ないと。逆にインスリンを分泌してくださいという話になってきまして、で、水臓からはですね、こういった まあ、あの、細胞の受容体が血糖を受け入れなくて、インスリンが、まあ、たくさんあっても血糖値が高いままの状態になっていますと、通常の5倍から7倍のインスリン量っていうのを、この水蔵さんがですね、分泌してくださると。まあ、これがですね、インスリン抵抗差が大きく 性が起きている時の体の中で起こっているメカニズムとなります。まあ、水臓への負担もたくさんかかってきますし、インスリン量がですね、たくさん出てしまっていますので、結果的にその糖分っていうのは体の中に入ってきて、まあ、その結果、あの、低血糖症とかそういったものも出てくるんですが、今回はそれは、あの、主だった内容ではないので、細かくはお話しいたしません。 はい、えー、そうしてきますとですね、今度インスリー抵抗性が上がってまいりますと、えー、何が起こってくるかと言いますと、血液内の塩分量が減らなくなるんですね。滞留してしまいますと。えー、で、その結果どうなるかっていうと、これがですね、いわゆる高血圧の時に一番気にされている 血中内の塩分量が上がるという状態になります。まあこれがあるんでですね、伝統的な考え方では、まああの、塩分摂取することをやめましょうっていうことになるんですが、でもこれ、えー、面白いことに、この血中内の塩分量が上がっている原因は、砂糖の取りすぎということになると。まあ、驚くべき関連性なわけですけれども、で、このですね、 血液内の塩分量が上がってきますと、この塩分っていうものは、まあ、感覚的にも感じられるとは思うんですけれども、えー、水分を、こう、抑え込む。えー、水分を溜めるという働きがありまして、で、水分を溜めるという働きのおかげでですね、血液内の水分量も上昇してくるわけですね。で、じゃあ、 この水分が血液内で上昇してきますと、次に何が起こるかと言いますと、体中でいろいろと腫れが出てくる。まあ、これはいわゆる、えー、水泡ですとか水膨れと言われているような、そういったことにもなってまいりますと。で、さらにですね、インスリン抵抗性っていうのは、動脈に対して炎症も起こしてきますと。で、えー、この結果ですね、水分量が上がりますと、まあ、直接的に 血圧が上昇するという、そういったことになってまいります。こういう関連性ですね。インスリン抵抗性が上がりますと、塩分量が上がって、そのせいで血液内の水分量も上昇して、水分量が上昇しているために、血圧が上昇してしまいますと。まあそういったことになります。 で、えっと、こういった形でですね、伝統的な、まあ考え方でですね、えー、血圧が上がってしまいましたと。まあそういった時に一番初めにあの考えることっていうのは、じゃあ塩分を、えー、やめなきゃと。塩分の取りすぎをやめましょうと。そういえば漬物とかで塩分取りすぎていましたねと。まあそういう話になってですね、低塩分ダイエットに 入り出すっていうのが、まあ、よくあるパターンっていうことですね。で、これどういうことになるかと言いますと、まず、まあ、高血圧ですと。であれば、塩分は取りませんと。で、そうしますとですね、これまで取っていたような、えー、高糖質な食品っていうのは、そのままの状態が維持されますと。 高糖質の食品がそのままの状態が維持されていきますと、え高インスリン状態も維持されますと。つまりですね、インスリン抵抗性はそのまま残ってくると。ですから、血圧を、えー、上げている原因っていうのはそのまま残ってしまうわけですね。で、一方でですね、まあ、低塩分ダイエットをしますと、うまいこと確かに血中内の塩分も低下してきます。 で、今度は塩分がですね、必要以上に下がってきますと、まあ体の中のその活力、エネルギーっていうのが低下してきます。まあ新陳代謝も下がってきますよね。で、その結果ですね、疲労が出てきたり、また便秘っていうことも出てきますと。で、これはなぜかと言いますと、筋肉と神経にはある程度の塩分っていうのが必要になってきてるわけですね。それをまあ無理やり塩分を取らない。無理して低塩分ダイエットっていうのをしていますので、そういった 問題が逆に発生してきてるんですね。だからあの、塩分を嫌う、まあ、塩分通り過ぎは良くないわっていうことでですね、えー、ものすごく気を使っていられる方多いと思います。そしてですね、血圧が上がっている方の中には特にそういったこと多いと思います。でもそうしていきますと、塩分必要なミネラルですので、取らなさすぎるっていうのはですね、逆に 体に悪いっていうことになってきますので、その部分ですね、よく気をつけられた方がよろしいかと思います。で、さらにですね、えー、先ほどのですね、高血圧になるほど、まあ、インスリン抵抗性が上がっているっていう状態になっていますと、往々にしてですね、糖尿病が発生していたりしますと。 で、糖尿病が発生していると逆にまあ、あ、高血圧になるリスクが高かったりですね。まあそこっていうのは本当に相関関係あるんですけれども、で、この糖尿病になっていますっていうことでですね、インスリンを増やすですとか、インスリンを刺激するようなですね、投薬をしますと、じゃあ次に何が起こってくるかというと、これは残念なことなんですが、カリウムの欠乏が起こってくるんですね。 で、えー、これはまさにそういった薬品の副作用っていうことになってきますんですけれども、実はこのカリウム、えー、血圧を <laughs> 低下させる働きがあるんですね。まあ、糖尿病の薬を打つことによって、えー、血圧を低下させていく、まあ、カリウムっていうのが、えー、欠乏していきますと。で、えー、さらにですね、これカリウムと塩分っていうのは実はその、 えー、まあ、ひとまとめなんですよね。塩分が多い時にカリウムも多ければ、まあ、そのバランスで問題なしっていうことになります。逆にカリウムが少なくて塩分が普通ですと相対的に塩分の方が多いので塩が多いという、まあ、そんなような状態になってくるんですね。まあ、塩とカリウムっていうのはいつい働いているからっていうところになりますと。で、えー、カリウムの摂取っていうのは、 ですからですね、血圧、高血圧ですとか糖尿病の回復に重要になってくるわけです。その、まあ、高血圧ですとかですね、うん、糖尿病でしたっていうことになれば、しっかりとですね、カリウムを摂取することによって、まあ、あの、血圧の方は本当に時間かかるかもしれません。でも、あの、高血圧を抑えるという方向に働いてきますと。 で糖尿病につきましてもこのカリウムですねミネラルについてまあ、あのポジティブに働くということになりますですのでですねあの、まあ、糖質をとるっていうことをやめるとかまあそういったところもあるんですけれども一つの重要なのはカリウムを取って血圧を下げてやっていくためにですね、えー、野菜をしっかりと取ったりですねまあ足りなければですねサプリメントなどを使ってですね、えー まあ、カリウムを摂取していくこと重要となってくる、きます。で、塩分ですね、あの、すごい嫌われているんですけれども、無理に減らす必要はありません。まあ、塩分が本当に取りすぎっていう場合っていうのはそんなに多くないはずです。 で、野菜をしっかりととっていればですね、むしろ塩分もしっかりと取る必要があります。カリウムがたくさんあるところで塩分が足りないっていうのはちょっとそれはまたアンバランスになってきます。で,ですね。その辺、血圧のことも考えてですね、野菜をたくさん取りましょうと。で、塩分についてはまあある程度節制っていうのはありますけれどもそうしましょうと。で、もちろんですね、 あの、カリウムを増やすだけではなくて、元々の問題であるインスリン抵抗性をなくしていきましょうと。まあ、そんな話になるわけですね。で、こうして見ていきまして、まあ、あの、糖尿病の場合っていうことになります。あの、高血圧症の場合の投薬については、ちょっと今回触れていませんが、まあ、仮にですね、糖尿病になった時に、糖質制限血糖ダイエットをした方がいいのか、それとも投薬をした方がいいのか、これも、あの、 えっと、結果についてはですね、もう明らかですよね。まあ、明らかです。まあ、ただまあ、説明してまいりましょう。えー、高血糖症で、えー、インスリン投薬をしますとですね、あの、元々の、えー、糖尿病のですね、眼鏡であるインスリン抵抗症っていうのがさらに上がってまいります。 それと同時にですね、高血圧の原因でもありますので高血圧がさらに進行してまいります。まあ、これともすると当然ですね、心臓病ですとかですね、認知症とかそういったところにもなってまいります。えー、百害あって一理なしとはまさにこのことではないかと思います。まあ、もちろんですね、インスリン必要な場合もあります。それはですね、 えー、一型の糖尿病で水臓が全く働いていないという場合、その場合っていうのはインスリンが本当に出てこなくてですね、体内に栄養を運ぶことができないというので、それは全く違う話になってきます。ただ、こちらで扱っているお話っていうのは、あくまで二型糖尿病っていうこと、それと、まあ、高血圧症っていうことになりますので、えー、まだまあ、水臓が働いているっていう、まあ、そういった前提に立ってですね、お伝えしています。ですのでですね、 まあそういった新型の、えー、糖尿病でですね、なんでインスリン投薬をするのかなと。まあそういった話ですね。ねじゃあ逆にですね、糖質制限をやっていきますと、まあどうなっていきますかと。まあ糖質制限しますと、まあ当然のことながらですね、えー、血糖値上がりません。血糖値低下します、えー。インスリンの分泌量もそのためですね、低下します。なぜならですね、血糖が上がってこないのでわざわざインスリンを分泌してっていう必要がなくなってくるんですね。 ですからですね。まあ、じゃあ、インスリン抵抗性も下がってきますと。で、えー、インスリンの分泌も低くなっていますと。で、そうしますとですね、今度ですね、えー、血流内の塩分濃度っていうのも低下してくるわけですね。で、塩分濃度が低下してきますと、今度は逆にですね、えー、蓄えられた水分っていうのも放出されて水分量低下します。じゃあ、次に何が起こってきますかっていうと、 え血圧が低下してきますと、そういった、まあ、あのー、理想的な回復のお話になってまいります。えー、まあ、そういったですね、あのー、えー、ピンポイントでですね、インスリン抵抗性に対応するためのですね、食生活をすさせることもなくですね、えー、むしろ1日3食食べさせて、えー、その際にご飯もしっかり食べましょうと。 えー、茶碗一杯食べていきましょうっていうようなことをして、その上でインスリン投薬をするような、えー、形ですと、まあ当然ながらですね、血糖値下がったとしても、えー、高血圧症ですとか、あるいは、まあ心臓病とかそういった方のリスク、あるいは癌とかですね、そういったもののリスクまで上がってしまいますので、大変恐ろしいんでですね、あのー、病院に本当に行った方がいいのかな、ぐらいの話なんですけれども、 えまあ、そんなお医者さんだけではないとは思いますけどね。ただそういった、あの、提案をしてくるお医者さんにつきましては、まあ、あの問題ありだと考えてですね、セカンドオピニオン、サードオピニオンという形でですね、良い,いお医者さんを探されると良いかと思います。えちなみに、今のようなやり口っていうのは、まあ、糖尿病学会ですとか、えそういったところでのですね、えー、まあ、定説となっていますので。 ま、どんな、いかがなものかっていうところですね。はい。えー、今日の内容としましては、このようにですね、高血圧、糖尿病の原因っていうところでですね、お伝えしてまいりました。えー、インスリン抵抗性が高血圧の引き金になります。血液内の塩分量と水分量を上昇してくることによって、まあ、あの、高血圧になります。低塩分ダイエットがダメなのは何ででしょうかと。糖尿病治療薬が良くない理由は一体何でしょうかと。 では、じゃあ、残された選択肢っていうのは何でしょう血糖、ダイエット、糖質制限でしょうかそれとも薬を取ることでしょうかまあ、そういったことをお伝えしてまいりました。えー、このチャンネルですはですね、このようにですね、 えー、健康に関する情報を特に、えー、こういった形でですね、薬とかを使わずにですね、まずはあの生活習慣から、えー、体を良くしていきましょうという観点のですね、そういったお話、科学的根拠のあるお話をですね、集めてお伝えして、 言っております。えー、ですのでですね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また本日のですね、えー、内容気に入っていただけた方につきましては、ぜひとも高評価もよろしくお願いいたします。はい、最後までどうもありがとうございました。えー、それではまた引き続きよろしくお願いいたします。